車場。はい、というわけでね、真庭市にやってきました。真庭市の本当にもう田舎ですな、ここ。ちょっとね、気になったところがあったので行ってみようかなって。商店がね、マニアックな、またうどんって書いてます。栄えてたんでしょうね、昔は。こんだけ商店が、ね、まあそういうような、場所です。昔のまたこれ狛犬がめちゃめちゃでかいですね。で、ね、先ほど奥のなんか郵便局があったと思うんですけど、あそこを止めたらね、駐車料金500円取られるので、ご注意ください。でかっ。これなんか小学校の跡かな。ここはね、実際の駐車場になります。あ、これ体育館ですね。ちょっと下駄箱が。まあ、多分今ね、集会所みたいななってるんでしょう。そんな感じですね。あ、神社関係室になってますね。まあ、おそらくね、昔ここに学校があったんでしょうね。学校の隣に神社があるということで。こんにちは。授業終わりました。不思議ですね、これ。うまっ。お、ここに土俵があります。まで見たことないかったですけど、こういう感じなんですね。まあ昔は多分この辺すごい栄えたんでしょうね。土俵場があると。この建物古いな。大津神社。
茶店、飲食喫茶、うどんとか蕎麦屋さん、まあ、やってないでしょうね。でもそれだけ人来たってことでしょうね。ああ、駐車場機やってんのかな。おそらくね、土日とかそういう時なのかな。やってそうな感じでした、中は。で、入り口のね、隣にあのインベーダーゲームがありましたね。インベーダーゲームで、なんかちょっとバーカウンターみたいな感じのね、があって、まあなんかお酒出したりノンアルコールあったり、うどんとか、うどん500円とか、まあ、大体なんか飲食系は500円ぐらいのものが、もう食堂ですね、はい。まあ、なんかこのねポツンとしたなんか集落にある神社なんですけども、非常になんか興味深いというか、なんかいろいろと歴史が長そうな神社でございます。もう土俵があるのがちょっとびっくりしましたね、個人的には。ちょっとまた年始ぐらいに改めて行きたいですね。年始もなんか多分結構栄えてるのかもしれないですね。この辺のあたりの人は行くんですよね。なんか普通に駐車料金とか書いてるぐらいなんで。はい、というわけで今日はねこんな感じで終わろうかなと思います。まあなんか田舎の神社もなかなかいいなと思います。興味ある方はねぜひ行ってみてください。場所は概要欄に載せてますのでよろしくお願いします。それでは失礼いたします。チャンネル登録、高評価、悪いと思ってた。グッドボタン。